ぞ。なあアルミン、今森の奥で何かやってるみてえだが、なんとなく察しがついてきたぞ。あの女型の巨人を捕獲するためにここまで誘い込んだんだな。もっと正確に言えば、奴の中にいる人間の捕獲だ。エルヴィン団長の狙いは最初からそれだった。壁を壊そうとした巨人は多分エレンと同じ能力を持つ人間だ。なら真っ先にやることはその人間を特定すること。そしてさらに彼らの一員とおぼしき女型の巨人を捕獲すれば、この世界の真相そのものが手に入ると期待できる。おう、無事だったか。あちらどうだった。そうか、やっぱりあの音は女型が罠にかかった音だったってわけだな。それにしてもどうして団長はエレンが壁を出たらそいつが追ってくると確信できた。トロストクが襲撃された時、彼らは途中で攻撃をやめてしまった。ボールローゼを塞ぐ内扉まで破壊しなければ彼らの目的は達成できないはずなのに。おそらく途中でそれどころではなくなったんだ。理由は壁の破壊より重要視すること。つまりエレンが巨人になって暴れ回ったこと以外には考えにくい。ってことはつまりエレンの巨人化をあの場所で見ていた者の中に諜報員のようなのがいるってことか。だからこそこの作戦を一部の兵にしか教えなかったってことかよ。だとしても釈然としねえ。もう少しくらい多くの兵に作戦を教えておくべきだったんじゃねえのか。ああ、最初からそうしておけば犠牲は少なくて済んだはずだろ。後でこうするべきだったっていうことは簡単だ。でも結果なんて誰にもわからないよ。だけど選択の時は来るし、しなきゃいけない。団長は100人の仲間の命を切り捨てて壁の中の人類の命を選んだんだ。大して長くも生きてないけど、確信していることがあるんだ。何かを変えることのできる人間がいるとすれば、その人はきっと大事なものを捨てることができる人だ。化け物をもしのぐ必要に迫られたのなら、人間性をも捨て去ることができる人のことだ。何も捨てることができない人には何も変えることはできないだろう。我々の任務はこの巨大樹の森に巨人が侵入するのを阻止することである。全ての巨人と交戦する必要はない。森へ向かう巨人のみ発見次第駆逐せよ。しっかり頼むぜ。一緒に行かせてくれ。ここで巨人を食い止めろだと、ふざけた命令しやがって。ジャン、それじゃあどうするの。どうするって、そりゃ命令に従うな。お前もどうするべきだと思うんだろう。了解だ。あの縁談、助けが必要だな。やるよ。
むぜ。俺も行くぞ。よろしくな。わかった。しっかり頼むぜ。わかった。はっせっ。はっ。こんなもんか。片付けよう。よろしくな。了解だ。そこで何やってんだ。ここに迎撃用の拠点を作ることになったの。あなたたちも手伝って。やるよ。しっかり頼むぜ。了解だ。大丈夫だよな。うん、拠点の準備ができたからみんなうまく使ってね。わかった。次だ。あの縁談、助けが必要だな。よろしくな。しっかり頼むぜ。わかった。さあ、せまずい状況だぞ。じゃあよろしくな。やるよ。しっかり頼むぜ。すごい。はっ、せよっと。ここに拠点をこさえなきゃならねってのに、あいつら邪魔しやがって。ユミル、僕たちも手伝うよ。アルミン。はぁ、大丈夫か。悪いね。準備はできた。ああ、拠点を作っといてやったぞ。私に感謝してありがたく使えよな。相手になるよ。よろしくな。了解だ。しっかり頼むぜ。了解だ。これで貴公子は駆逐できたな。拠点はここだ。なんで急に走り出したんだ。こいつら全部貴公子だったのかよ。なんでもいい、ここを通すな。拠点は頼んだ。始末してやれ。やるよ。
分かった。してやる。そらよ。ザクヤ。相手になるよ。やるよ。ザクセ。巨人は森の内部に向かっていく。さっきの声の主はきっとあの巨人だ。相手になるよ。よろしくな。しっかり頼むぜ。はぐれちまったみてえだな。森の中の様子はどうなってるんだ。さっきの叫び声は一体。かなり討伐をしたけど、森の奥に入ってしまった巨人も少なくないはずだ。やるよ。あそこで交戦中か。加勢しねえと。巨人が一斉に森に入ってきたんだ。手を貸してくれ。よろしくな。しっかり頼むぜ。了解だ。あの縁談、助けが必要だな。始末してやる。なんとかここは片付いたようですね。おかげで命拾いしたよ。相手になるよ。七野さん、任せます。分かった。 あそこで戦ってる人が。おい、悪いが加勢してくれ。ゲルガーだね。一人じゃ分が悪そうだ。無事に切り抜けられてよかったですね。すまん、助かったぜ。拠点はここだね。森は立体軌道のルールだ。視界が制限される。慎重に進もう。拠点を作ってくれ。片付けよう。ゲルガーさん、頼みます。任せとけ。次だ。どの瞬間に木陰から巨人が飛び出してきたっておかしくねえぞ。やるよ。
てめえ、びっくりしたじゃねえか。エルヴィン、仁王像。方角は全方位から多数、同時に。なんだこいつら、一斉に森の中に。おいてめえ、さっき何かしやがったな。女型の巨人を狙っているのか。全方位から巨人出現。総員戦闘開始。女型の巨人を死守せよ。はっ、おい見ろ、巨人が巨人を食ってやがる。まさか女型は自分の体を食べさせて捕獲から逃れようとしているのか。じゃ女型が食い尽くされるぞ。女型に群がっている巨人を片っ端から始末するしかないね。あの叫び声、巨人どもを呼んだってわけか。面倒なことしやがって。自分の体を食わせて証拠を隠滅しようというわけか。ねえ、どんどん巨人が集まってくるよ。私たちには興味がないみたいだ。なぜ。分隊長、考えるのは後にしましょう。巨人は近づいてる。こう巨人が多くては俺の鼻も役に立たん。片付けよう、始末してやる。ゲルガーさん、任せます。任せとけ。いいんだ。リケさん、こいつらを全部倒すのはさすがに無茶じゃないですか。引き際はエルヴィンの判断だ。今は目の前の敵に集中しろ。
拠点はここだね。拠点を作ってくれ。西側に集結し、陣形を再展開。カラネスクに帰還せよ。やられたよ。なんて面だ。てめえ、そりゃ。敵には全てを捨て去る覚悟があったということだ。まさか、自分ごと巨人に食わせた情報を抹消すると。